朝6時の北小金駅からこんにちは。本日は140円最長大回りをすべく、ここにやってきました。この企画を端的に説明すると、35時間改札内に閉じ込められる動画です。最長大回りの説明は乗ってからするとして、まずは140円の切符を買います。買ったので、これから懲役1日分の地獄旅を楽しんできます。年明けの午後まで、外の空気を吸うことは叶いません。まずは、常磐線各駅停車の車両に乗りながら、大回り乗車が何かを説明しましょう。大回り乗車は、決められた範囲内で遠回りをして目的地に向かうという一部 JR の路線の乗り方。例えば、秋葉原から新宿まで行きたいって場合、山手線でも、総武線でも行けます。でも、いちいち、ここを通るから何円とかやってると、だるいわけです。そこで、東京や大阪などの都市部で、大都市近郊区間というのを定めました。範囲内であれば重複、途中下車しない限り、最も安くなる経路の運賃で乗れるという制度です。例えば上の例だと、どのルートで行っても、8.6km 分の運賃、170円になります。それを応用して、寄り道の範囲を。首都圏近郊だったら、群馬、栃木に房総含め、このぐらいまで広げられます。目が回りそう？私も目が回りそうです。ちなみに、この範囲、年々広がっていき、今に至りました。ともかく、この範囲内で重複しないように乗り継いでいく。それが首都圏大回り乗車です。簡単に、大回り乗車の説明を終えたところで、我孫子駅到着。我孫子といえば唐揚げそばですが、まだ6時半で開業時間前ですので、先に進みます。でも、唐揚げそばの匂いはプンス化します。猛烈な飯テロ、欲を振り切り、お次は常磐線快速。これで友部まで向かうついでに、年越し大回り乗車の概要を説明します。さて、先ほど、こんな図を見せましたが、この範囲内の大回りで最長になるルートってわかります？何も知らずに分かったら狂人です。引きます。しかし、有志らは最長ルートを導き出しました。引きます。まあ、北関東、房総と、首都圏を細かく回るっていうのはなんとなくわかりそうですが、そのルートを愚直にたどると、日が暮れ日が昇り、途方に暮れます。というか、一日じゃ終わりません。大都市近郊区間では、切符の有効期間は1日なのに、しかし、旅客営業規則の155条には、継続乗車という、有効期間を過ぎた後でも、乗り継ぐなら使えるよ、っていう規定があります。これが有効になるのが、終夜運転を行う、大晦日と元日、年越しのタイミングです。この終夜運転を行う年末年始に限り、首都圏での最長大回りが可能になるのです。ちなみに、距離は 1035.4km です。行かれている。そのルートはこんな感じ。この青線ルート全部通って、北小金駅の2駅となる 2.9km 先の馬橋駅まで向かいます。気が狂う？私も、この図を描いてるうちに、気が狂いそうになりました。あと乗り換えミスが許されない分、しっかり乗り換えルートも書きました。おおむね、外周を回って、少し内周を回って、房総に出てから、都内を細かく乗り継ぐ感じです。ディートアレインは私の造語です。迂回って意味のディトーと書けました。すごいでしょ？褒めて、ありがとう。あ、大回り乗車の原則として、持っているのは、下車前と向こうの切符なので、基本的に改札外には出られません。改札内にずっといるという意味で、懲役35時間、1035.4km とも揶揄されています。あと年末年始って、おこたてぬくぬくして、紅白でも見ながら年越しそば食べたいでしょ。そんな大事な日に、こんなクソ寒い中、列車に乗り続けるって意味でも懲役です。しかし、年末年始に列車を動かしている、運転手さん、車掌さん、駅員さんに対する敬意も忘れないようにしましょう。さて列車は砦を出てすぐ、デッドセクションで硬直流切り替え中。ここから先は、交流縛りか機動車縛りか拮抗縛りのどれかが鉄道に課せられます。常磐線は交流へと武器を変え、西岡の地磁気観測所に抗います。そして、津々浦々を駆け巡るゆかりさんは、土浦駅に到着。花火大会がある時は、山手線でさえ立ち退くような混み方をします。大回り的には、まだまだ全然余裕ですが、4時起きなので眠いです。水戸の手前まで来て友部駅、寝てれば終点まで着く運用じゃない場合は、立ってることも大事ですね。なんか530の字が合った方で、今年最後の悪運の片鱗を見た気がしますが、ここで水戸駅はおろか、水戸市にすら行かない、水戸線に乗り換えます。え、いない。次の列車との接続まで30分近くあるようです。体験王国茨城で、氷点下の30分をがっつり体験することに。友部という駅名に反して人間味を感じぬ駅中の静けさと寒さで狂いそうだったので、蜂蜜レモンに課金しました。温かくてうまいです。完全に今の私が求めてた温度と味です。年末年始を完全ぼっちで過ごすことが確定した、私にとってのオアシスでした。でも用済みなので、オアシスの抜け殻を捨てます。ほどなくして、水戸線の小山駅がやってきました。こいつに乗り込みます。
先ほど水戸線は水戸に行かないとか言いましたが、水戸線は小山駅と水戸駅を結ぶ水戸鉄道はその始まりです。やがて水戸鉄道は日本鉄道に譲渡されますが、後常磐線にあたる路線が開通。その時に友部から水戸の区間がかぶったため、水戸線は半ば小山から友部までの区間になりました。鉄道国有法で日本鉄道が国に買収されても水戸線の境遇はほぼ変わらず今に至るのです。なんてうんちくをダラダラ言ってる間に小山駅に到着。実際寝てました。この度いつ仮眠を取るかもキーになってきます。さて栃木県に入りまして、小山ニューデイズやベックスコーヒーなど駅知名度の割には駅中が充実していて、戦後の子供が愛飲した栃木名物レモン牛乳なんてのも売られていますが、座席を爆裂に確保したいっていうのと、もっと寝たいっていう理由で足も疲れるような長さの通路を両毛線ホームに向けて歩きます。そうそう、小山駅には本来両毛線ホームにあるべき7番線が存在しないのですが、本来の7番線は向こうの切り欠きホーム、郵便荷物輸送の列車がここにバンバカ来ていた名残です。今は線路すら剥がされちゃってますけどね。さて次に乗るのは211系です。 JR 東海では殲滅の標的となっている211系ですが、高崎地区では免許返納しない老人のごとくバリバリ元気に現役で働いています。あ、余談なんですが、高崎の211系のモケット、くぼみが直線になってるやつはふかふかです。モケットが逆の V の字になってるやつはお尻に対する冒涜も同然の硬さですので注意。難点を挙げるとしたら、このふかふかモケットが弱冷房車の2号車にあるって点ですが、お、これあれですね、東北本線黒磯駅に向けた E531 系の送り込み運用、わざわざ常磐線の仲間と離れて栃木と福島の県境で頑張っているのに、いざ顔を見られると本数少ない、接続悪い、真新しさがないとバリ雑言を浴びせられる JRE の感染の悲劇のヒロインです。小山駅でおおむね20分待ちまして、いざ高崎。そうそう、終夜運転と終電から逆算した何時までにはこの駅を出るリストも作ったんですが、今のところ1時間半ぐらいの余裕を持ってます。楽勝かと思っているうちに令和元年のストライキ聖地佐野に到着。列車は栃木群馬県境付近を走行中。自然が豊かですね。北関東ともなると珍しい木も生えてくるもので、あの灰色の平べったい木なんてまさに最近やっと見かけるようになったじゃないですか。光合成たるものも現代に合わせてきてるんです。列車は伊勢崎に到着。年も末なのに競馬かなんかの賭けについて車内で熱く予想していた方がいらっしゃいました。こんな年末に何やってらっしゃるのでしょうか。この発言ブーメランですか。伊勢崎で停車時間があったのでホームに出てみたのですが、ホーム反対側の列車番号が不穏です。今年最後の悪運の片鱗を見た気がします。以降は何事もなく高崎駅に到着。ちょっと小腹が空いてくる時間になってきたので立ち食いそばでも食べたかったのですが、ホーム上の店は少々混んでいるようですね。今回は諦めます。ちなみにこんな感じのお蕎麦が提供されます。美味しい。食料調達はニューデイズでしてきました。ボックス席で食べます。ボックス席が空いてなかったら爆発してきます。空いてました。お次は上野東京ラインの熱海行き、東京まで行ける便です。しかし我々は大宮というちょっともどかしいところまでしか乗れません。北関東の出る幕はここまで。ここからは南関東をチクチク乗り換えます。あ、都合には普通に美味しかったです。すごいがコンセプトのおにぎりなのに普通にって就職後は求められていませんか。群馬県の唐津川を越えます。ここは珍しいことに上下線が別々になってますが、橋脚が暴風雨でぶっ壊されたり老朽化が進んだりしたのと、急カーブだった下り線をなんとかするために上下線は150メートルほど離れているんだそうです。ひねくれ者の橋を渡り神奈川も渡り加古原へ、後ろに5両連結中だそうです。見に行こうったって元が10両ですので200メートルを2往復する体力も精神的余裕もありませんでした。大宮の手前まで来ると鉄道博物館が見えてきます。撮り鉄特有の承認欲求は満たせませんが、鉄道好きにとってはまさに楽園です。と言っているうちに大宮に着きました。ここで乗り換えます。でもその前に年末に食べるものといったら何ですか。そうです、年越しそばですね。なので京浜東北線ホームで年越しそばを食べます。かき揚げそばです。結構高カロリーでしたので胃が絶叫してるかもしれませんが、これで心置きなく年を越せますし胃も満たされたので十分満足です。大宮駅は大ターミナルですので混沌としています。駅中施設しかり駅構造しかり、乗り継ぐ予定の川越線の例に漏れずホームが気の遠くなるぐらい地下にあります。昔は地上にあったんですけど、埼京線の車庫移設に伴って
地下に移動してきた感じです。しかしこんな離れの通路内でも施設は整っており、照明写真のボックスまでありました。すごいです。たとえ大回り乗車中に急速に外見が変貌しクリーチャー化しても、改札を出ることなく照明写真を撮ることができます。乗りましょう。車両こそおなじみ埼京線ですが、乗るのは川越線という少しマイナーな方の路線です。一駅目の日進でドカッと降りましたので、贅沢なアングルでカメラを回せるようになりました。んで、川越線のこの区間、車両だけは嫌に都会的な風貌の重量ですが、毎時3本の単線ですので、しばしば行き違いが発生します。そこを抜けたら川越、一瞬柱にぶつかりそうになりましたが、次に乗りますのは川越線のさらにマイナーな部分。てめえらは芋だと言わんばかりの乗車位置案内が貼り付けられた川越駅を出まして、西川越、ここの発車メロディー好きなんですよね。ワンマン化されてたことを忘れてました。的場駅で交換待ち。この区間は毎時2本、しかも4両に減るので、ムートは総じてローカルです。車両も総武線のオフルですし、駒川から八高線に入ります。25年前にやっと電化された区間です。駒川から北にも八高線は伸びているのですが、そちらは非電化です。別に全線電化で統一すべきでもないし、2両あれば足るという具合ですので、八高北線の電化はプールの目を洗うあれの水圧をマーライオン並みにするくらい過剰かもと言っている間に東京都入りしました。座席もあったかいし、そばが遅行性の眠気バフでもかけてきているのか、めちゃくちゃ眠たいのですが、尿意ゲージが金ちゃんの仮想対象のごとくデッデッデッと上がってきているので起きてます。それとこれとは関係ないのですが、左手の人差し指の感覚が鈍くなってます。親指でボタンを押します。今の発言、めちゃくちゃバカになっちゃったみたいな発言でしたが、八王子に到着です。農協生産高がトップ47入りしている東京都を支える都内で最も農業が盛んな市です。お次は15時の東神奈川行きでしょうか。これに乗り込みます。階段ってか改札に近い号車は密に群がるカブトムシのごとく人で溢れていますが、例によって遠い号車だとガラガラです。具体的にはこのアングルでビデオカメラを回せるくらい。あと次の乗り換えを楽に済ませるためにも前側の号車に行った方が良かったり、それはそうと足元の暖房ガンガン効いてて寝落ちしそう。寝落ちは免れました。神奈川県橋本、立ち食いそば屋も日高屋もあり、食事を取りにはうってつけの場所ですが、ガシガシ進みます。お次は相模線。遠くまで広がる湘南の海をイメージしたカラーリングの列車が走る相模線。電化後に投入された車両が2形式とも新型車両という、やや恵まれている路線です。 E131系が導入された時点でプチローカル路線の烙印は押されたも同然ですが、俺は都会っ子だぞドヤドヤドヤと言わんばかりに LCD が備わっています。車両が古いと居住性や走りの安定性の問題があるけど、かといって新しくなればなるほど同じような車内を見ることになる事例は、 E131系もいずれ旧世代車両になるんだろうなと思いつつも、茅ヶ崎に向けて今を走ります。海老名駅到着。小田急、相鉄に乗り換えられるのですが、 JR と他2社の海老名駅の距離は 200m 以上離れています。肉体的に向上心のないものはバカだと言わんばかりですが、理由は JR の方は西岸駅で、もともと駅がなかったからだったりします。というか相模線は歴史がややこしくって、かつては相模鉄道でした。いや相模鉄道だったんですけど、相模鉄道じゃなかったんです。相模川の砂利運搬やバイパス的役割を担って敷設された相模鉄道、今で有人中鉄道は現在の相鉄線にあたるのですが、この2社が合併し相模鉄道は長大私鉄になったのも束の間で、戦時中相模鉄道部分の路線は国に買収されました。相模鉄道は路線的には人中鉄道の部分だけが残されたけど、名前はそのままってことになってます。そういうわけで相模線は相模鉄道だったけど相模鉄道じゃなかったって言えるのです。さて列車は厚木市にない厚木駅へ。なんか厚木って命名した方が海老名って命名するよりネームバリューあるくねと、虎の威を狩る狐のごとく厚木の名を狩る海老名みたいに命名されましたが、今や小田急の乗降人員だけで見ても本厚木より海老名の方が上回っている事実。あ、ホームに誰もおらんやんけ厚木駅って思われた方もいそうですが、今映しているのは使われていないハイホームの方です。反対側には普通に何名か電車を待っている方がいます。あのね、左腕ってあるじゃないですか。左腕がね、あのね、今イソギンチャクがね生えてるんですよって感じで、改札内にいること10時間、ちょっと情緒がおかしくなってきています。10時間程度は余裕だろってベテランで構成。これでも
まだ3分の1すら行ってません。途方のなさに打ちひしがれていますが、茅ヶ崎が近づいてきました。東海道線上野東京ラインと湘南新宿ラインはお乗り換えです。全部東海道線でよくない？同業者の方も何名かいらっしゃったのですが、茅ヶ崎に到着です。ここからは東に進路を変え、天下の東海道線へと乗り継ぎます。しかし乗るのが許されているのはたった3駅。今年最後の沈みゆく太陽に吠えながら、茅ヶ崎駅を後にします。12月31日っていいですね。とりあえず、今年最後の、ってつけとけば、すべてに深い意味を感じられる。ぶっちゃけハリボテみたいな窃盗時ですが、年1回のイベントくらいいいじゃないですか。この1週間前に我が物顔でドスンと構える、正の6時間イベントよりは、よっぽど日本らしいっちゃらしいです。日本人にとってのオアシスもとい牢獄であるツイッターでも、年越し間際は盛り上がりますし、向こうには藤沢名店ビルが見えますが、あれ老朽化と再開発で取り壊されるそうですね。創業から半世紀を経てランドマーク化してますが、時間というものは不条です。でもって、あと24時間以上、改札内に幽閉される、私への時間の当たり方も不条です。大船駅に着きました。鎌倉市と横浜市にまたがる駅です。大船市なんてものはありません。ここで、ちょっとカフェに寄らせていただきます。ささらちゃん、佐藤ささらさんが年末年始にもこき使われていて気が動転しましたが、カフェに入ったのはコーヒー目的というよりかはコンセント目的です。改札内に幽閉されるとなると、電源をどこで確保するかは最重要課題です。ましてや年末年始は営業時間が短くなりますので、下調べしてしっかり電源を確保しないと詰みます。あ、コーヒーも飲みます。充電しながらちょっとお絵かき。夜型の人間なので3時間しか寝てない中、脳みそがめちゃくちゃな方向に行ってます。カフェ内で酔いつぶれたカップルが、帰りたくないよと呂律の回らぬ声で言ってらっしゃったのを聞き、お前らは帰りたくないとか2人で年を越したりとか言ってるけどな、俺は一人ぼっちで帰りたい欲を極限まで抑えてめちゃくちゃな寄り道をしとるんやぞ。でも話の寄り道で言えばお前らが一枚上手やな。だって2枚目じゃないと彼女とイチャイチャできひんもんな、などという意味のわからないことを頭の中で考えるぐらいには疲れています。サンドとコーヒーと電源、ごちそうさまでした。結局60分くらいいたような気がします。お次は根岸線ですが、まだ小腹が空いてます。人間は考える足ですが、胃袋の本能的な叫びを無視することはできず、脳の思考回路がいくつか断線している中、気づいたらコロッケそばが目の前にありました。でも美味しかったですし、あまり脳をこき使わなくても幸せならいいのかもしれません。だって自分の脳で考えるとかほざいてるやからって、学校教育をまともに理解してなさそうな人ばっか。大船から横浜は根岸線を経由していく方が 4.4km だけ遠回りになるのです。あと途中駅が10個もあるので、そういうところでも長く感じます。根岸線は横浜市内の住宅地の需要を拾うために建設されたやや海沿いの路線です。ただし全線開通から今年でやっと50年と、全通以降の歴史は浅めです。でも桜木町から横浜に関しては元東海道線の一部、それを象徴するかのように桜木町駅では線路が続くよどこまでもの発車メロディーが流れます。桜木町駅で大勢乗ってきましたので撮るのは断念しましたが、鉄道の本開業時に設置された、これまた由緒ある駅、鶴見駅に到着です。次に乗り換えるのは鶴見線なのですが、名物だった中間改札がなくなっています。ツイッターでアットマークの後ろに長い肩書きをつけるような意識高い検索妨害人間ぐらい邪魔な存在でしたが、そんな輩とは違い、なくなってみると少し悲しいものです。鶴見線は都会のローカル線と称されるように本数も多くはないし、車両も205系と古めです。ですが京浜工業地帯への重要で貴重な通勤手段です。車両は山手線などから転属してきたもので、中間車が先頭車に魔改造された独特な顔、今や首都圏ではこの近辺でしかお目にかかれない205系を堪能しましょう。鶴見線に乗るからか、さっき大量のうんちが出たからかわかりませんが、今変にテンションが高いです。あの初手かわいい。座席は205系らしくふかふかです。長時間乗るのには向いてないですが、短時間なら快適。205系は2023年度から置き換えられるらしいので、全面的に懐かしい雰囲気を感じられるのは今だけです。秘境路線として通ったことも降りたこともありますが、夜ともなると印象が変わりますね。しーかーしー、それも長くは続かないわけで、浜川先って南部支線に乗り換えどうす。クワ WCTRHGYFG 攻撃。南部支線の普通に面白いが、浜川先では合法的に改札外に出られます。やったー、
しかしいわば改札台乗り換えって感じなので、ちゃっちゃのチャイっと乗り換えましょう。ちょっとテンション戻しますか。鶴見線と南武支線が改札外乗り換えになっているのは、もともと2駅が別々の私鉄の運営だったからです。かつて鶴見線は鶴見臨港鉄道、南武線は南武鉄道って会社のものでした。しかし2社とも戦時中に国鉄に買収、それで運営は同じ JR 東日本だけど乗り換えは改札外って状態になっているのです。一見セキュリティがガバガバなので改札内という牢獄から逃げ出したくなりますけど、そんなことしたら本当の牢獄に連れて行かれるので、とっとと乗り換えましょう。南武支線では鶴見線と同じような205系の列車がやってきました。ちなみに南武支線の本数もやっぱり少なく、3、40分に1本しか来ません。なので確実に私と同じことをやっているであろう方がここ浜川崎駅に集結しております。先ほどの鶴見線とは打って変わって、こちらのモケットはちょっとファンタジーな感じです。まあ当たってるんですけどね。流れるドアチャインは仙石線と同じです。発車するんですが、加速スピードにご注目。ちょっと35年前の車両とは思えないぐらい飛ばします。それもそのはずです。だって南武支線は2両編成です。なのに EM0T の構造をしてます。言い換えると2両ともにモーターがついてます。駅間も短く駅数も多くないですが、旧車両らしからぬ走りを見せてくれます。高性能おばあちゃんってこれのこと。それはそれとして置き換える時が大変そうです。南武支線のメインは旅客輸送じゃなくて貨物輸送です。というか旅客列車側が東海道貨物線を申し訳なさそうに曲がりしている感じです。下手に旅客列車を大増便させると物流も普通列車も滞り、いろいろ迷惑なことになりそう。回転寿司屋のインフルエンサー気取りみたいに、いろいろなところで混乱を引き起こしそうです。いずれにせよ南武支線がちょっと硬い中チップなのはそうした理由なのかも。知って駅到着、ついでにが見たら怒り狂って名称変更デモとか起こしそうな駅名です。当駅は乗り換え駅を歌っておきながら快速にガン無視される駅ですので、1日分の野菜で昼と晩の揚げ物で生まれた罪悪感を打ち消しながら確定を待ちます。ちなみに例によって情緒がまたおかしくなっているので一瞬で飲み干しました。あと列車ちょっと遅れているようです。大晦日なのにご苦労様です。イルミネーションが見えますね。お前らイルミネートしてやろうかな、ははははっていう意味わからんこと考えるくらいには情緒がおかしくなってます。4分ほどの遅れをもって指定駅に入線してきました。ここから一駅しか移動しません。細かい乗り換えが一番きつい。川崎駅に着きました。そしてここいらで食料調達をしたいのです。今後夜駅では駅中設備営業時間的に食料調達のできる駅が限られてきます。なので転ばぬ先の杖と食料を確保してきました。これで翌日の朝ごはんもバッチリです。お次は京浜東北線か東海道線か。遅延してます。どうやら東海道線が運行トラブルで横須賀線ルートを経由するそうで乗れず、となると京浜東北線で移動するしか手がなくなるのですが、そちらも遅延が発生しているみたいです。ちょっと大変です。15分くらい遅延している列車がやってきました。京浜東北線の帯色と同じように顔面がブルーになりかけましたが、運転手さんはもっと大変かと思われます。感謝を忘れずに乗り継ぎますよ。〇〇の方が大変だからってフレーズ、自分を鼓舞するために使うのはいいと思うんですが、他人に説教するときとかに使っているとすごい空気読めない人みたいですよね。根性論は押し付けるものではないと思います。ああ、過労死が英語に流入するような根性大国日本ではそんな理論は通用しない。そうですよね。蒲田です。地味に自売機よりも乗車人員は多いです。蒲田行進曲という発車メロディーにしては珍しく単調で暗めな音楽が流れます。さっきの蒲田駅の発車メロディーは首都圏で初めて既存曲を使ったご当地発車メロディーとのことだそうです。品川に到着、相変わらず人でごった返しています。次は横須賀線です。路線図が頭に入っている方なら大崎まで行って湘南新宿ラインの方が長いと考えるかもですが、湘南新宿ラインは品川を通るという扱いのため重複乗車でダメってことになります。品川を下り台で通過する湘南新宿ラインに対し天下の東海道新幹線の圧をそれとなく感じますが、せっかく東京都内に戻ってきたのを無下にすべく横須賀線で早く神奈川県に戻りましょう。鉄道ファンの方々はこの区間は銀閣線でとおっしゃるかもしれませんけど、今回は一般的な故障で行きます。やってきたのは E217 系。 JR 西日本では
1989年製の 221系がリニューアルされている一方で、こちら1994年の車両ですが、じわじわ引退が進んでいます。でも、設計思想は、209系のそれを引き継いだ重量半分、価格半分、そして寿命半分ですし、一応折にはかなってる車両なんですよね。光チャイムをアレンジした、品川15番線でしか聞けない発車メロディーを 0.8 秒で切られ、思わず、コンクリートのように硬い椅子に泣きながら頭を打ちつけそうになりました。体力と尊厳と道徳性を一挙に失ったらあかんので、黙って座ってます。でもいずれ引退で、この椅子硬いなぁ、と笑うこともできなくなるんですね。じゃあ、頭を打ちつけておいた方がお得？どうすれば正解だったのかって、編集中ツイッターでアンケート取ったら、椅子は普通に座るべきという結果が出ました。でもよく見たら1票しか入ってませんでした。そりゃそうです。こんなクソアンケートに答えるぐらいだったら、その時間でクッキークリッカーやってる方がまだ有意義です。横須賀線湘南新宿ラインはつい最近まで一面2線で乗客をさばいていたのですが、朝などの混雑緩和を受けてホームを工事し、去年12月から2面2線に変わったそうです。ちなみに以前まであったホームより今のホームの方が乗り換えが遠いです。さらに乗る位置を結構大胆に間違えたので相当歩くことになります。その遠さはというと545メートル。まあゆかりさんは神も仏もおののくほど温厚なので、このくらいの乗り換えは楽勝。ああ中井、どうしてこんな歪なタワーマンションの立ち方をしている。関東共犯神奈川の地でこんな乗り換えを、というかもはや別の駅でしょ。だって駅メモで横須賀線武蔵小杉駅からチェックインしたら東急の隣駅向井河原駅が取れるんですから、こんな中すぎる乗り換えに固執するかなんて。このスロープだって私1グラグラゲームの何倍の電気代がかかると思ってんの。どこかにビューンですか。いいですね、一回使ってみようと思ってます。どこかにビューン、まあでも今は思考回路がどこかにビューンしそうですが、ベテラン人間はスロープなんかに頼らねえ。階段で行きます。お前の歯食いしばりながら笑顔で階段登ったことねえだろ。こうすることで人生のステップもアップしていくんだぞ。知ったか。お金玉磯辺餅。お次は南武線です。結構乗客多めです。突然急停車しました。今の言い回し頭痛が痛いみたいで、ちょっと日本語が破綻してましたね。踏切くんは永遠にカンカンとなり続けています。踏切くんだってまあかわいそうです。この世に生を受けてからひっぺがされるまで永遠にカンカンなり続け、仕事を全うすると通行客から呆れられ、全うしないとクビにされる哀れな子です。もっと褒めましょう。運転はすぐ再開しました。踏切がうるさかったのでありがたいです。9時より前に9時駅に着きました。だからなんだと言われればそれまでです。藤子 F 不二雄さんが過ごした川崎市多摩区、そこに位置する上り戸駅に到着。発車メロディーは僕ドラえもんです。冴えてピカピカになりませんでした。多摩川を渡ります。多摩川を渡るのは本日4回目ですので感動も何もありません。しかし多摩川も例に漏れず暴れ川でした。1974年には狛江水害という堤防を260メートルも決壊させ、民家を19軒も飲み込む災害を生んだ川なんです。結局人類が川という怒りの竜を鎮めることなど不可能なのです。国破れて山がありって言葉だってありますし、まあ現代なら福祉のせいということになりますが、立川駅に到着。個人的に鶴見線からここまでの区間は乗り換えを間違えそうで内心ヒヤヒヤしてたんですが、一安心。お次は快速の東京行きです。これぐらい本数が多いとありがたいですね。中央線にはオレンジバーミリオンという色が使われています。朱色1号とも言いますが、かつて車両が茶色ばっかりだった頃、中央線に新車両が入ってきた時使われた色で、いかにもな新車だぞってことを示すべく派手なオレンジ色を使ったとか、別に派手にするなら虹色でもいいと思うんですが、オレンジは設計者の妻のセーターの色から見出したとか、というと設計者の奥さんに色気があるって言えるんでしょうか。キモい話はやめろ。そうですよね。はい、すみませんでした。車内に歩きながら私の知らない言語を使って電話でまくし立てている方がいらっしゃって、若干車内の雰囲気は殺伐としましたが、西国分寺に到着。何を話していらっしゃったんでしょうね。年越し大回りなんか意味のわからんことやってねえでかいでとか。もうだいぶ疲れてきました。次は武蔵野線。埼玉県方面に舞い戻ります。右上のこれをそれっぽくすべく、スポイト機能で、JR 東日本の公式ホームページから色を取ってきたんですが、中央線と武蔵野線のラインカラーって同じなんですね。初めて知りました。さて、この武蔵野線も、川越八甲線と同じ中古車天国で、車両は、やはり総武線のオフルです。ただし、本数も両数も多く、8両が10分間隔で行き来してくれます。これでも両数は増やしたもので、国鉄時代は6両編成でした。時間帯によりますが、今や、各副車体の8両でも、結構なかなか、って状況です。
大回り乗車しながらに、今の感情とかを適宜メモに書き起こしてるんですが、それを踏まえた上で、このメモを見てみてください。このメモどう調理すればいいと思いますか？県庁に加え、浦和と関する駅を8つも設けていた浦和市だったのが、埼玉市というでかい括りの一つに入れられ、かつての地名の由来だった海もなくなった浦和へ。武蔵野線の雰囲気は、どこか鬱蒼としていて、発車メロディーの曲調とは対照的でした。そんなこんなで、6時から続いた 1035.4km の旅、距離にして半分が過ぎました。まだ半分なんですか？次、埼京線快速の新木場駅、武蔵野線が通る乗り換え駅は、駅中の充実度合いが高めですが、大晦日の22時ともなると、そんなはずもなく、パッパッパと先に進みます。どことなく、都の空の彼方で、走行音の響きがしますが、彼方っていうか、すぐ隣ですが、E7 系でも走ってるんでしょうか？200系リバイバルカラーの E2 系が現れました。結構珍しいです。窓周りを彩るモスグリーンの塗装も、違和感はなかったですね。そんな新幹線の後を追うように、私も、埼京線で、東京の方に戻ります。騒音を嫌った沿線住民が、大宮以南の東北新幹線の建設に反対したのを受け、見返りに敷かれた埼京線。でも、導入された車両が103系という、騒音をまき散らかす存在でした。なので、騒音の詫び石的存在の方がうるさいという、いかにも、思ってたんと違うという、美しき二律背反の状況が生まれました。でも、京浜東北線の混雑緩和には貢献しました。よかったね。今は、新しい車両が揃い、総じて静かになりましたが、まだ、新幹線の速度は、時速 130km に抑えられています。同区間の新幹線にさらなる手が加えられるかは不明ですが、ひとまずまずまず赤羽駅に到着。充実した駅中を誇る赤羽駅ですら、年越しまで2時間を切るともなると、ちょっと屍のようなシャッター街が広がっている様相でした。ゴーストタウンを抜けるべく京浜東北線へ、南浦和まで行きます。武蔵浦和から南浦和なんて、武蔵野線ならせいぜい1駅なのに、こうした細かい距離稼ぎ乗り換えが絡んでくると、精神衛生上、あまり良くありません。ですがこういったパターンの乗り換え、よりによって終盤に多くエンカウントします。もはやそれがどれだけ牙を剥くかが楽しみになってきますね。南浦和駅に到着。この駅が1日目のチェックポイントでしょうか。というのも、武蔵野線は2022年は終夜運転をやっておらず、23時53分までに、南浦和発の便に乗り継げないと、ここ以前のところで夜を明かすことになるからです。逆に、そこを抜ければ終夜運転エリアに突入なので、もはや、来々楽々悠々自適に移動できます。本心としては、普通に帰りたいんですが。武蔵野線は、旅客列車もさることながら、貨物列車にとっても重要です。というか、貨物列車がメインです。武蔵野線は、山手線の西側に沿うような経路をたどる山手貨物線の右岸的存在を担うべく、生まれた路線。その山手貨物線を走っていた貨物列車が、武蔵野線ルートで走るようになったおかげで、埼京線や湘南新宿ラインを走らせ、輸送力を高めるだけの余裕ができたのです。そうした意味で、輸送を2周にも3周にもサポートする路線、って言えるんじゃないでしょうか。でも山手線の品格を少し落とした路線とも言える？さて、ここから西船橋まで、この列車、武蔵野線東京行きの最終列車らしいです。やはり、猫なで声の路列の回らぬカップルの方を観測いたしましたが、どういうわけか鬱蒼としたムードはさして変わらず、その雰囲気はあたかも、住宅街を最高時速 95km で移動する林のようでした。越谷レイクタウンといえばイオンですが、23時前に開いているはずありません。でも、越谷レイクタウンはニュータウンとして開発が進むだけあり、何名か降車客はいらっしゃいました。結構頑張ってるニュータウンです。一部ニュータウンが、今やオールドタウンへと腐敗の一途をたどるさなか、越谷は、成功したニュータウン、ユーカリが丘などに続けるでしょうか。もし失敗したら、東京から最も近いオールドタウンになりますか。ちまちま止まっていき、次の停車駅は新松戸なんですけど、乗り換えられる路線が常磐線各駅停車なのです。どういうことかというと、スタートの北小金と馬橋駅の間をするりと抜けておりまして、つまり、武蔵野線の長距離乗車ルートを極限まで使い倒そうということで、それで、大回り乗車中に、こんなとんでもない場所を通っているというわけです。おおむね、17時間ぶりに、北小金の隣駅に戻ってくるのですが、喉から、手どころか獅子が丸ごと出そうなほど、この列車を出て帰りたいです。蜘蛛の糸に群がる罪人のごとく、私の後ろ髪を、本能が根元から勢いよく引いてきます。引き返すなら、今だぞという、天使とも悪魔ともにつかぬ声が聞こえてくる気がします。その声を心底むせび泣きながら振り切り、南へ向かいます。グッバイ代々木上原行き。初夜の鐘で打ち消されるべき煩悩の108個目が埋まったところで、千葉県の西船橋へ。着きました。
年越しが近いですが、一体どの駅で年を越すことになるのでしょう。そして重要なお知らせです。いや、 YouTuber の黒背景白文字サムネのそれほど重要な事柄ではないですが、もったいぶらずに言いますか、お盆以降15時間以上千葉県を出られません。広大な千葉大陸の片隅にエデンを見つけたので、ちょっと寄り道しましょう。明日の朝ごはんとは別枠で、卵かけご飯風のおにぎりを買いました。海苔が爆裂に美味しくって、ぜひ全関東民に食べやがれしたい一品でした。ちなみに、買った直後に、エデンの園は人類を受け付けなくなってしまいました。次は中央、総武各駅停車に乗り込みます。が、この列車、津田沼行きなんですよね。とりあえずなんかもう西船橋の構内は、中央無尽の冷たい風が体力を奪ってきて、完全に、プロジェクトモニターか何かで、アホみたいにでっかく、し、って投影されている、幻影を見そうだったので、急遽津田沼駅に乗り込んだ感じです。あと、快速で先を急げるかなとも思ったからです。ちなみにここからは、どれだけ先を急ごうが、まるで意味がありません。選ばれたのは、船橋駅でした。次は、快速千葉駅ですが、改札外から聞こえる気がする AK の喜怒哀楽を、のらりくらりとかわしていき、総武快速線に、めっちゃ勢いよく乗り込みます。またインニューズに乗って、やはりカップル同士が寝転がって、重い重いとおっしゃっていましたが、深夜テンションに突入した私の足取りはもはや軽いです。千葉駅に到着。今頃地上波ではカウントダウンが盛り上がっているのでしょうか。千葉の地名の由来は、名の通り、線の葉があったことに由来するらしいです。そんな千葉市も今となっては、その980倍もの人が住まう街。しかし埼玉県民との交渉で、休みなくギスギスしているのか、町安室は千葉駅構内にありません。ニューデイズで食料調達をした上で、次の0時5分発成田行きにかけましょうか。終日営業お疲れ様です。明けましておめでとうございます。あっけねえ。この千葉駅を出ると、しばらくコンビニすら存在しない、年越し大回りの本当の地獄が始まるので、腹に満たすものを決め、腹を決めます。ところで、一日目だけでは、どう頑張っても、成田までしか行けません。そして、成田駅には待ち合い室があるんですが、収容人数は少ないです。つまり、成田駅に先に着いた強者により、待ち合い室が埋まっている可能性がガガガガ、もし埋まっていた場合、絶望極寒ホームで夜を明かす可能性が高いですが、ここは賭けに出ましょう。209系というと、円外でやられている印象。この編成も例外ではなく、AI にセンシティブ絵を任せる大衆の試みに汚れています。さりと手避難はできず、こうも付着した鉄粉は除去するのは簡単じゃありません。日光パワーで車体に這いつくばる鉄粉くんには、洗車機ごときでは太刀打ちできず、それで今もおこがましく窓に汚れがこびりついているのです。そうそう、2年前にデビューしたばかりの B131 系も相当汚れています。明けおめツイートも終えましたので、先を急ぎましょう。さもご利益ありげなマウンテンと言わんばかりに、成田山と銘打っているのはいいけど、成田山はお寺の山号で、実際は寺ばかりという、ジョージ・マロリーがそっと押しそうな地域、成田。いくら急ごうが、ここで、4時間の足止めを食らう。成田駅に到着。さて私は、ある可能性にかけています。それは、この列車で夜を明かすこと。成田駅年始、ホームに止まる列車を待ち合室として開放するということが、過去に起こったのです。それが今年も起これば、あるいは、使っていいそうでしたので、使わせていただきます。どうやら、5時前に出る千葉駅に化けるそうなので、それまでに出れば問題ありません。次の銚子行きが出る前ぐらいまで、おやすみなさい。やっぱ夜食取ります。うまい、今度こそ寝ます。おはようございます。90分ほど寝ました。謹賀新年ですか。謹賀新年と五平餅で、因が踏めますね。第一、あの直角ボックスシートを寝床にするという考えが狂ってるんです。あの列車ホテル。ホテルじゃなくてこれ待ち合室なんですよ。そうなんですよ。あとそれはそれとして、くるぶしの腕あたりにアホみたいに利益がクリティカルヒットするんですよ。すねの内側はめちゃくちゃ暖房で温まるのに。ですが、待ち合室ならではのコミュニケーションもありまして。コミュ障陰キャの私に対し、遠慮なく行きなよ、と言ってくださった、アメリカ大陸を横断したという方、来年度から鉄道会社に就職なさるという方、いろいろな方のお話を聞けました。最初は成田駅がトラウマになるかなとか思ったけど、全然そんなことなかったです。それはそれとして、あれはホテルではありません。誰ですか待合室のことをホテルって言い出したやつ。
とりあえず、絵馬的な何か書きました。横にあかねちゃんも書きました。カップコーヒーの準備もできましたので、あとは後半戦を頑張るのみです。成田線が、4方向に向かって伸びる、あからさまな迷宮駅を出ます。行き続き成田線で調子へ。ここからは、混雑との戦いになります。千葉で一夜を明かした同業者もいらっしゃると思われますので、さぞかし込むことでしょう。雷が鳴りやすい田んぼだからとか、豊作がちな田んぼだからとかって理由で成田と付けられた、やはり米どころの地域、成田を出ます。ちなみに千葉県は、米の生産高で言えばトップ10に入っています。そんな田んぼの中にドカリと成田空港が今日構えているのですから、米に雇るとかいう7人の神様も、そのうち騒音問題で、デモかなんかでも起こすんじゃないでしょうか。ニーチェだったらすごい反論をかましてきそうな予断が過ぎたところで、成田線はボックス席が相席になる程度で、思ってたより少しだけ混んでた気がしました。5時半の換算区間6両にしては、ですので、後々芋を洗うような混雑が待ってそう。あ、香取市の特産品はさつまいもです。余談でしたが、ともかく次の戦いに備えて眠りたいところですが、調子の一つ手前、松岸で乗り換えなければならず、霞ヶ関界隈みたいにのんくと寝ている場合ではなく、必死に起きてないと重複調査で失敗。ただそのあまり気が狂っていたのか、ちょっと意味わからない動画素材まで撮ってました。これなんですかね。おにぎりって、123で面白いね、ギャハハハハって理由で撮ったんですかね。お空の東側は、サルビア色に溶けて、悪夢のような夜が明けました。朝日が昇りゆく様は、さながら映画のワンシーンのよう。しかしエンディングはまだ遠いです。松岸駅に到着しました。やはり、年越し大回らーが集っております。降りたら、体の芯を凍らせる勢いで寒いし、牧場のような、糞のような異臭がしてて、とうとう私の嗅覚がラリってしまわれたかと思いました。今現在松岸駅の改札内には、少なく見積もっても40人はいらっしゃるでしょうか。狭くて凍えるホームに、つわものがひしめき合っています。運転手、車掌さんも、異様な混雑っぷりにびっくりしているかもしれませんが、つつましく総武本線で、鳴門駅まで向かいます。寝過ごしたら千葉、あかん。利根川に少し近かった成田線とは、対照的に、こちらは、九十九里平野の近くを通ります。まず千葉から銚子まで伸びる路線が2つもあるのが、ちょっと異様な気がしますが、成田線は武装鉄道っていうのが発端で、錦糸町のあたりから、佐原まで線路を伸ばす予定でした。商工業の発展、沿線の観光庁、軍事施設、成田山への参詣を盾に、線路しかせるというも、千葉は川にも海にも囲まれてるだろうを船使い明かす、って理由で却下されます。そこで、相州鉄道という、総武本線に近いルートでの建設を目論んだ鉄道会社も加わり、一緒に総武鉄道を立ち上げ、ルートを総武本線周りに妥協した上で、線路しかせろ、そうだそうだ、と主張。結果、利根川とルートがダブらないため成功。しかし、成田経由でないことに未練を断ち切れぬ者たちが、下総鉄道を創立し、成田線ルートでの敷設を目論みます。やがて成田山へのリスペクトで、成田鉄道に社名を変え、ボコスカ線路を敷きまくります。それからというものの、成田鉄道と総武鉄道は、お互いがお互いサポートしていく形で栄え、調子に乗って調子まで乗れるほどの線路を敷き上がった総武鉄道の後を追うように、成田線側も水運を追い詰めるみたいに、じわじわ延伸していきます。成田線の佐原園の延伸は国有化後ですが、船使い明かすという水運の悲痛な叫びも届かず、結果、松岸、調子まで線路がつながるようになったというわけです。っていう感慨に浸れるほどの余裕なぞ寒すぎて、本当にありません。ググレカスという言葉の意味は、ググってください。いや、ググってるからこの動画来てるのか？そんなわけないですか。ついに降りた時の動画素材すら取り忘れましたが、鳴門駅で東金線に乗り換えます。もう本当に鬼のように寒くてですね。少しでも暖かいところを見つけようと。わらにもすがる思いで、エレベーターにありつくんですね。そっちの方が暖かい気がして、実際に私を迎え撃ったのは暖かみなどではなく、鉄のカーテンともたがわぬ圧倒的な冷たさでした。いても立ってもいられないので、パッパッパと乗り換えて、鳴門駅を出ます。次は東金線で大網まで。4駅だけ乗ります。ちなみに、東金、外房線経由の千葉駅なので、寝過ごしたらアウト。全力で起きてます。東金線は短いですが、120年もの歴史を有する、由緒ある鉄道路線で、元は房総鉄道という鉄道が、大網から東金の間に線路を引いたのが始まりです。国有化後は、東金から総武本線に接続させる形で、大網から鳴門が全通しました。毎時1本程度の小粒な路線ですが、車両も、他の千葉北部の路線と同じ、209系が使われています。椅子は、Z 世代を揶揄したがるシニア層の脳みそ並みにガッチガチですが、それでも需要は高めて、とりわけ東金駅で結構乗客が入れ替わります。東金は江戸時代、徳川家康が鷹狩りしたいのを、とわがままを言い出して、道が整備されたおかげで、宿場町、問屋街が形成され、今も、それなりの発展を見せているわけです。ちなみに、鷹狩りのために整備された道の名前は、御成街道です。元気に立派に盛んに激しく動き回ったんでしょうかね。何かとは言いませんが、
精神世界の隅っこに感情をかなぐりして、脳の混沌に流されつつ、大網で下車。ここからは外房、内房線で、房総半島をぐるりと回ります。割と房総大回りってしんどいんですが、それを2日目でこなすのは、なおのこときついです。駅中施設もないし、久しぶりに、終点まで寝てても良い列車が来ました。電気代のように上がりまくる眠気ゲージを避けるべく、せいぜい20分程度にはなりますが、ぐっすり寝ます。おやすみなさい。あっぷねえ。爆睡のあまり、折り返し寝過ごしをかますところでした。あと目覚めるのが4分遅かったら、その罪と罪をもってして、ゲームオーバーになるところでした。お次は外房線の E131系。2021年から導入された最新鋭車両です。2両という時点で、猛烈に嫌な予感しかしませんが、もっと寝たいので、とっとと乗って眠りましょう。この次の動画素材が、次は終点淡鴨川って時点で、どれだけ眠かったかはわかるかと思われます。外房、内房線は昼間を中心に、葛西一宮から木更津まで通しの運用があるのですが、どうやら、今回はそれに当てはまらず、淡鴨川で乗り換えることになりました。前面のドットが特徴的な E131系シリーズ、0番台、500番台は、海の水しぶき、600番台は、日光の社寺の文様だとか言って、ドットパターンを採用していますが、これ以上番台が増えたら、理由付けとかどうなるんでしょうね。鉄道には点と点をつなぐ役割が、とかってこじつけてきたら、いよいよ終わりですが、あ、乗り継ぎ先は、そんな E131系4両でした。ボックスの確保は難しくても、ロングなら余裕、異次元の強気化体力で乗り切った外房ですが、内房は、快適な通過ができそうです。快適通過と言いたかったのですが、後続の特急で混雑回避を狙った集団もいらっしゃったようで、この列車に乗り継いでくるとなりますと、外房ほどではないですが、内房もそこそこに波風が立ちそうです。房総の地理的な海事情と同じみたいに、俺の教え信じろ信じろ信じろとうるさかったがあまり、伊豆やら佐渡やらに流された道に、彼が生まれた地を、寡黙の房総列車は、木更津に向けて立ちます。そして房総エリアといえば、その雄大な海です。横浜の某水族館は、シーパラダイスって銘打ってますが、こっちはワールドですからね。次元が違う。俺は社会の海だけどな。ほら、と思い始め、いよいよ精神がおかしくなってきてますが、いくら泣こうが笑おうが、車窓には、カマチョ女子のごとく、延々と海が主張してきます。そんな内房線の淡鴨川から立山の区間は、とりわけ通過人員が少なく、2019年度、21年度の通過人員は2000人を切っており、30年前と比べて7割も減っているんだとか。でも、輸送人員に合わせた新車を導入しているだけ、恵まれているのかも。北海道では、君廃駅、あいつ廃線な、と、気候も鉄道への当たりも、冷酷になってます。LGBTQ に対する一部国会議員の当たり方並みに冷酷です。君津まであと2駅。富津市の大貫駅に近づきました。富津は千葉くんのおちんぽこに当たる場所です。富津といえば、その先端部にある富津岬が名高く、江戸時代には、外国艦隊から東京湾を守るべく、松平定信により砲台が置かれたそうです。つまり江戸時代には千葉くんが幕府ちゃんに屈して、その先っちょから勢いよくそれを吹き出したわけ。砲台はそれといった役割も果たせぬまま、ドカリと一発出す機会を逃したわけですが、君津の一駅手前、青堀でドア点検。5分の遅延が発生してますが、大丈夫でしょうか。鬼のように、長い暴走末端を終えました。E131系の出番は、ここで終わりです。乗り継ぎはしっかりと確保されていました。E235系で、引き続き内房線を乗ります。山手線ライクな車両のくせに、軌道加速度は 1.85km 毎時毎秒と、嫌に遅いですが、軌道加速度が低い方の E217系に合わせているためです。現代日本らしい、お年寄りに優しい路線です。さて、内房線は、木更津の街を爆走します。木更津の地名は、古事記に登場した、大和尊の命の伝説が由来だそうです。彼が浦賀からこの地に渡ろうとしたところ、海が荒れていて渡れなかったのを、彼の妃が、渡罪の怒りを鎮めるぞ。と、海にダイブして、大和尊の命を渡らせることに成功。しかし妃のことが忘れられず、上陸後しばらくそこにいたと言います。その時に読まれた、君更津の歌から、木更津が名付けられたと言います。ちなみに、木更津の周辺地域も、その歌由来です。せっかく渡らせてもらえたんだから早く行くのが恩返しってもんだろ。提言は置いとくとして。そばに到着。13時間半ぶりに千葉市に戻ってきました。久しぶりの駅中飲食店がある駅ですので、この辺りで一休みします。大回り乗車の強敵はバッテリーです。ほとんどの方は、イロリアン気楽か乗り継ぎ先のどちらかにかけていったようですが、ベックスコーヒーは対照的に割りかし空いてました。電源補給も胃袋満たしもバッチリです。ちなみにセルフレジではなかったので、ササラちゃんはいませんでした。先頭集団から30分くらい遅れたような気がしますが、
ビデオカメラもスマホも充電できたので、お次は京葉線です。終点までぐっすり寝られます。よどみしさんで気が狂う息をてらう心には、東京の地すらも眩しく映ります。しかしまあ疲れているので、スマホには、陰毛海岸、という、やや思い出したくないメモ書きが残ってました。京葉34は、新習志野の車庫で寝てました。私も寝たかったのですが、なぜか眠れません。なんででしょうね。さっきコーヒー飲んだからでした。バカかな？次は新浦安です。東京メトロ東西線の浦安に対して、新がつく点。京葉線は、結構新しい路線です。京葉線の始まりは、蘇我から千葉港近辺までの貨物線だったのです。その貨物線の開業が1975年のこと。旅客なんて滋賀にもかけない状態でしたが、家建てたんだから鉄道よこせ。って声が沿線から、人乗るっていうレベルじゃねえぞ。って声が総武快速線から聞こえてきたので、旅客営業を1986年に始めてあげました。しかしその時でさえ、区間は西船橋から千葉港に限定され、千葉県内完結。JR 東日本になった後の1988年、新木場より東側が開通しました。新木場で有楽町線に乗り入れれば、というささやきを振り切り、1990年にはついに東京から新木場まで線路がつながりました。人口集中で頭を悩ませた千葉県民にとっては、さぞ夢のような話だったことでしょう。しかし正月の舞浜には夢もへったくれもないのか、ほとんど誰も乗り降りしませんでした。そりゃ新年早々夢の国に諭吉を貢いで、クソ寒い中踊ったり写真を撮ったりするのなんて、越冬という生物の英知を踏みにじる、数字に飢えた夢のない行為ですもんね。東京駅に着きました。お次は総武快速線なんですが、京葉線ホームと総武快速線ホームの乗り換えは、正気の沙汰でない乗り換えを強いられます。乗り換え案内アプリだと、乗り換え13分、と出ます。というか、京葉線側の位置が異常でして、山手線内回りから京葉線に乗り継ぐ場合、東京からに加え、有楽町からでも乗り継げるそうです。要は、山手線でほぼ一駅の距離を、たかが乗り換えのために歩かされます。利用客にまどろむことも許さぬ、時刻乗り換えの理由は、土地問題と成田新幹線問題によります。まあ、成田新幹線の方は、幻に終わったんですけどね。新幹線の計画段階では、土地不足と将来の新宿延伸を考え、ここ梶橋通りの付近に線路を通そうと、まず、国鉄の敷地だった現通路部分を工事。しかし成田新幹線のごたごたが解消せぬうちに計画倒れ。結果として通路のみ工事した形に、その後になって、予定していた土地に、京葉線ホームを新たに作ったのです。成田新幹線用の土地を転用したというよりかは、計画を転用したといった方が正しいかもしれません。今現在、成田新幹線に近い役割は、ここ総武快速線ホームから発着する、NEX、ネトリエクスプレス、元井成田エクスプレスが担ってます。皆様が帰省ムードの中、一人寂しく帰省ムードをかまし、なんとか総武快速線にありつきました。9分かかりました。さて、総武快速線は E217系。4回中3回も E217系でしたね。なんかすごいデコデコする不安な椅子に座り、錦糸町までなんとか起きてます。あ、総武快速線が地下にある理由も、これまた土地が足りなかったからです。総武線が総武鉄道だった頃、隅田川越えるのきつそうとか抜かして両国止まりだったのが、国鉄時代の高度経済成長期ともなると、あかんこれじゃ通勤客が死ぬ。と、通勤5方面作戦を打ち立てて、混雑緩和を狙い、東京駅地下まで総武快速線を直通させました。両国駅には臨時ホームみたいな扱いで、その意向が残ってます。列車に取り憑かれたゾンビのごとく、全力で目を見開きつつ、なんとか錦糸町へ。二つほど隣のドアからは、同業者とおこしき方が降りてきていました。GoPro持ってましたし、何より面構えが違います。次は総武線の各駅停車。秋葉原まで向かいます。細かい乗り換えがきつい。あ、さっき言った両国駅の臨時ホームっていうのは、あれです。俺は過去の遺物だ。と言わんばかりに、壁にはいかにもな錦絵が描かれています。隅田川を渡って、都心部へ。この隅田川はかつて荒川だったんですが、洪水起こりすぎ問題から、放水路を作りました。要は荒川の途中から、もう一つ川を伸ばしちゃおうねってやつ。その放水路っていうか人工川が今の荒川に、荒川だったはずの川が隅田川になりました。さながら首都圏に浮かぶテセウスの船ですね。テセウスの船って言葉を川に使っていいんでしょうかね。また新たなパラドックスが生み出されてしまいましたが、秋葉原に到着。次は山手線に一駅だけ乗ります。細かい乗り換えがきつい。特に語ることもなく、神田駅に着いてしまいました。さっさと中央線快速に乗り換えます。家帰って風呂入りたい。オレンジ LED で誇らしげに快速と主張してますが、中央線快速というスピードスターまみれの檻の中では、ただの快速種別は亀並みの遅さです。でも、遅いだけあって混んでいません。新宿までなら停車駅は変わらないし、ありがたい。
て神田とお茶の水の間には昌平橋駅なるものがありました。かつては中央線の起点駅、それでも移転に伴い4年しか営業しなかった駅ですが、美しいレンガ積みの高架橋と神田川のマッチは東京の汚れた雑踏に意味を持たせてくれています。駅メモ的にも意味を持たせてくれています。はい、新宿到着。ここからさらに山手線で3分の1周することを強いられます。中途半端に長い乗り換えもややきつい。新宿の真ん中でまるでゼウスのごとく大衆を見守る駅ビルでさえ改札内に囚われ続けた私の瞳にはもはや都会のコンビニしか見えません。風が吹いているエノキ畑が鼻から入る。リンゴが無秩序に空に行く木から入る。大量に売れて慈悲もなく落ちてくる。一物とコーカサスオオカブトの頂上決戦。こういう秩序を捨てたことを言い出すほど疲れているのですが、鬼の行商で立ってます。いや、この乗り換えね、確定で10駅っていうのがネックでして、中途半端に時間がかかるだけに寝過ごすリスクが高いって考えているのです。ただしこの乗り継ぎに限っては少しぐらいなら寝過ごしてもよかったりします。これまで述べてきました通り、重複乗車は原則 NG なんですが、山手線の西日暮里園と常磐線方面とを乗り継ぐとき、なぜか日暮里と東京の間を使っても運賃計算にカウントしないよとの記載があります。つまり東京までなら重複して乗っても OK ということになります。ですがなんとなくちょっと怖いので、その特例は今回は使いません。早く帰りたいし、列車は都会では10両は短い論争に対する1両の救世主、都電荒川線の線路を越えました。しかしその論争は火蓋を切られたが、最後永遠に終わることはありません。人類なんてものは結局争うのが好きですし、争うのが好きすぎるがあまり、アーマードコアの新作まで出るらしいですし、昼夜問わず忙しく現代と対峙する山手線の車内もこの日だけは新年ムードとして、皆様初詣にでも行かれるんでしょうかね。私は発狂して行かれてるので私の勝ちですね。快速に通過される10万クラスの駅に着き、すぐさま常磐線へってやっていると、フレッシュ日立塗装の E6 号7系が通り過ぎていきました。先代の常磐線特急 E6 号3系に使われた緑、霞ヶ浦と帆引き船がテーマの緑です。昔は網を使った漁、今は観光に使われている霞ヶ浦の帆引き船。もはや船を漕ぐ5秒前の私にとってはそんなノスタルジーも関係なく、これから荒川とかいう現隅田川から地位を分取った名声に飢えた川を渡ります。さて、常磐線には日暮里から乗れる快速と北千住より先からじゃないと乗れない各駅停車があります。各駅停車側は千代田線直通なので北千住より南では乗り換えられません。千代田線は千代田線であると見抜けないと常磐線を使うのは難しいっていう現状ですが、こうも複雑な事情もまた通勤後方面作戦によるもの。常磐線も混むやんけ、せや早さから砦まで複々線にしたろ、ついでに観光線は千代田線直通にしたろとか言い出したせいです。そうして混雑を分散させることを目論んだ国鉄でしたが、最近亀有金町から快速乗るとき面倒という理由で故障が起きてます。乗り換えが楽な千代田線ルートで行くと初乗り運賃を二重で取られる。でも北千住での乗り換えは面倒、それで2022年に提訴と相まったそう。もう特例もあるし制度的には致し方ない点、勝ち目薄そうですがどうなるんでしょう。そんな騒動など高みの今月、内心みんなりの松戸駅に到着。残された乗り継ぎはあと1回。長かったですね。ちょっと長めの動画でしたが、ここまで見てくださって本当にありがとうございます。様々な思いを噛み締めつつ、ラスト、常磐線確定。しかし乗り換えで7、8分待たされるので、じっとその場で待ちます。松戸。私が終始乗りたいと渇望してきた。しかし普通の列車は、年が明けても、その日常という秩序を乱さぬように、つるりとホームに入線してきました。しゃらくさいこと言わず、黙って列車に乗り込みましょう。ほどなくして、新松戸駅に到着。お次は。次は、まばし。お出口は右側です。150年前、鉄道というものは、せいぜい 29km に過ぎませんでした。それから、誘致運動、反対運動、戦争、国有化、民営化など、紆余曲折を経て、この令和の時代、首都圏だけでも、広大なネットワークを形成するようになりました。その得意さは、海外にも類を見ません。無論駅中も、ただのコンビニにとどまらぬニューデイズを筆頭に、様々な発展を見せています。ちなみに英語には、駅構内の商業スペース、駅中に相当する言葉はありません。そうした意味で、首都圏の鉄道網の凄さを再確認することができる大回りでした。すごく綺麗に動画を締めようと思ったんですけど、
多分もう一生年越し大回りありません。体のあちこちが腫れましたし、また連れもできました。あ、ニューデイズとベックスコーヒーは最高です。みんな行ってください。大回り乗車はほどほどにやりましょう。さようなら。